はい、こんにちは。ヒデノリミュージックスクール校長、ヒデノリです。機材トラブルに関してです。受けのキャビネットトラブルで音が切れたりする場合って何が考えられそうですか？キャビネットトラブルで音が切れたりする場合、アンプ側？キャビネットじゃないの？アンプ側ってどういうこと？スピーカーキャビネットじゃないってこと？僕なんかもうキャビネットって言ったらスピーカーキャビネットって感じなんですけど、キャビネットっていうのは箱ってことですよね。だから僕はこっちのことやと思ってるわけ今。こっちってこと？どっちだろう？どちらか定かではないんですが、ボリューム回してるのに勝手に音切れします。ボリューム回してる、ボリュームを上げているということ。基本的にキャビネット側に機械は入ってないので、何か原因があるんだったらアンプだなということになりますよね。これはただのスピーカーなんで、こっちはあの増幅キーですからね。ギターの電気信号を増幅させる真空管が入ってたりするんですけど、キャビネット側に問題があるとしたら、そのなんか配線がおかしいとかね、どっか切れてるとか接触悪いとか、スピーカーケーブルがなんかおかしいとか、オームとかはそんな関係ないと思うよね。こいつですね、アッテネーター減衰させるってやつなんですけど、こいつって減衰したものをこう合わせなきゃいけないんですよね。オームって抵抗ってことなんですけど、でも音が完全に消音になるっていうのはちょっと謎なんですよね。ということは、ここの間につながっているケーブルが切れてるとか、このアンプもそうなんですけど、アンプ側に原因があるとしたら、リードとかクリーンとかこうパチパチって切り替えるスイッチあるじゃないですか、まあ、こいつも壊れてるんですけど、あんまこいつとか言うとあかんな。これ宮脇さんにもらったやつなんですよね。宮脇さんもらったやつめっちゃ使ってますから、ありがとうございます。来た瞬間にここちょっと壊れてるんですよ。でスイッチが勝手にこうオンオフ状態にこうプッ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 ってこうなって、別のチャンネルに切り替わって音がゼロになったりみたいなことはまあよくあるんですよね。このアンプ直そうとは思ってまだ直してないんですけど、だからそういうことが考えられるかなとは思いますね。スピーカー側っていうのはあんまり考えにくいかな。早弾きマスターパッケージはリニューアルされたんですね。新しく根本マスターパッケージ、僕がよく言ってますよね。根本ができてないから何もできないんですよっていうのをずっと言ってるわけですね。この根本マスターパッケージの内容ができなかったらギターは弾けないって思っといてください。まずはじめにがあって、テスト動画をしますと、そしたらこう動画がこういうのがずっとあって、結構あるな、長いね。239ページ。さあ根本を鍛えよう。あ、ワイヤレスの送信機が演奏中の振動を受けて音切れが発生しました。あー、なるほどなるほど。バカでかい音のアンプとかの振動を受けて、これで音切れが発生すると。そんなことあんの？僕の中の機械の知識では、振動で電波が途切れるっていう、まあまああるか、機械側の接触ってことか。あんま分からんな。振動ってことはなんか空気とかっていう話だもんね。本当に機械のこと分かんなくて本当申し訳ないんですけど、アンプの修理とか素人が自分でやったりすると感電して死んだりするんで、とりあえず機械的なものが何かおかしいなって思ったら必ずプロのとこに修理に持っていきましょう。必ずです。電気系は怖いです。本当に死にますよ。バチッとなって気をつけてください。テレビとかもそうですよ。液晶テレビとかも絶対開けちゃダメですよ。僕は実家が電気屋だったんで、なんとなく触ったらあかんとことかは親父に教えられて知ってるんですけど、普通の人知らないじゃないですか。絶対開けちゃダメよ。というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。